ホリエモンチャンネル。海外にユーデミーっていう似たようなサービスあるじゃないですか、はい、何か違いはあるんですか。ユーデミーは、はい、まあ、すごいドライなところの違いでいくと、やっぱり録画でコンテンツをこう提供して、うん、基本録画なんですか、ユーデミーは。ユーデミーは録画ですね。あ、そうなんですか、はい。で、まあ、コンテンツが1本買い切りみたいな、うん、なんでこう e ラーニングの動画の EC サイトって感じなんですよ、うん、ユーデミーは、うん、スクールはその人を感じられて友達ができてコミュニティがあるみたいな、うん、例えるならユーデミーさんとか YouTube だとしたらスクールはニコニコですよっていう、なんかそういうイメージで。なるほどなるほど。だから教材でも生で作っていかなきゃいけないってことだよね。そうですね、うん、今結構その自分たちのスタジオで作るのもそうですし、例えばその大学とか企業とかよくコンテンツを作ってくださる方のところに、例えば出張放送させていただいたりとか、うん、そこにもうスタジオを作っちゃって、うん、その人たちがうちで例えばコンテンツを有料で提供できるようにできないかみたいなことはいろいろ試行錯誤をしていると思うんですけど。でもまあプログラミングとかそっちの方が、あ、受験サプリとかそっち方面とはどうなんですか。今はそんなに競争はしてなくてですね、うん、領域がまだこの高校大学受験っていうところと、社会人になってからの職業訓練的なスキルアップっていうところで、やっぱり全然ターゲットが違ってたりするので、うん、ぶつかってはないですけども、まあ、うちが例えば受験の方をやったりとか、向こうがIT スキルとかやりだすと分かんないですね。重なるかもしれないですね。めっちゃ重なりますよね、領域としては。結構リクルート怖いでしょ。怖いですね。スーモとかゼクシーとかもやっぱりその不動産会社さんとか結婚式場の人たちがそこに載せないともう集客できない、うん、集客する先がないんで高くても載せるしかないみたいな。リクナビとかもそうだもんね。そうですね、リクナビね、うん、絶対だからリクルートに広告出さなかったいつでも、うん、もうだからリクルート税を取られてるようなもんだから、あれね絶対ダメなんですよ。負けちゃダメです。もっとリクルートの話してる、こんな話。いや、リクルートはすごくいい会社だと思いますよ、はい、うん、素晴らしい会社だと思うけど、うん、負けちゃった、それとこれとは別に、うん、はい、どうですかスクーは。じゃあユーデミー、でもユーデミーって結構でかいよね。でかいです ね、 ね、国内でも今ベネッセさんと提携して国内展開する発表が今年の春ぐらいですかね、うん、そうですね。結構その人を感じられてコミュニケーションがあって仲間がいてみたいなところを大事にしてるサービスっていう、そういう教育サービスで世界でもあんまりなくて、うん、この結構僕たちがよく言ってるのはもうさっきの繰り返しになりますけど、やっぱり動画でいうニコニコさんのポジション、うん、要は YouTube とかデイリーモーションとか動画をアップロードするサービスは世にたくさんあるんだけども、うん、やっぱ川上さんがやられてるこのニコニコってやっぱりその独自のポジションを築いてるなと思っていて、うん、なんかそういうところを目指してやっぱ今サービスを作って会社を経営してたりします。まあ、だからそこでそのカリスマの先生みたいなのが出てこないときついかも、うん、おっしゃる通りですね、うん、今面白い授業とかないんですか。さっきちらっとお見せしたエクセルの田中先生の授業はすごい面白くてですね、一、うん、人でなんかこの和芸みたいなのがすごいんですよ、うん、教え方が悪いんですよ今までの人のがみたいなのをエクセルのそのつまらないこの計算式の入れ方を教えるときにやってくれるんで、東進、うん、とか の、 そのすごい予備校の先生みたいなイメージで楽しくエクセルが学べるみたいな。本日の居酒屋ホリエモンチャンネルはここまで。一緒に乾杯した森健志郎さん代表のスクーウェブキャンパス、動画によるオンライン学習サイトで講座数は2000本以上、毎日多数の講座が開かれ社会人の学びの場となっています。ユーザーと講師はもちろん、ユーザー同士でもコミュニケーションが取れ、勉強の新しい形を提供中。スキルアップしたいビジネスマンの方は大注目です。また、今回ご協力いただきました炭火焼すももさんは、落ち着いた雰囲気で特選和牛の炭火焼きや熊本の馬刺しを楽しめるお店です。ぜひ遊びに行ってください。さて、次回はどんなお話が繰り広げられるのでしょうか。お楽しみに。メルマガの登録はこちら、 YouTube チャンネルもよろしくね。